化粧してもいいし、しなくてもいい。男はしない方しか選べない。口紅を塗ってもいいし、塗らなくてもいい。男は塗らない方しか選べない。イヤリングをしてもいい。しなくてもいい。男はしない方しか選べない。身長が190ぐらいで、体重が100キロあるような男はピアスをしてたりしないとかね、器用な男ですけどね。こういう男女の問題を研究している人間からするとね、彼がピアスをしている画面をするとね、バッカみたいな、あんな頑丈な丈夫そうな男がピアスをして可愛げを装うな、バッカみたいじゃなくてバカ。人の悪口言っちゃいけませんけど、男はね、こういうところで勝負しちゃいけません。耳にピアスをして可愛げな部分で勝負するなんて、男は男の部分で勝負するとたくさんあるのかな。特にスポーツをやっていてかっちりした体でピアスなんかする、すいません、清原のファンの方。でも彼はその宇宙の根源であることが理解できなかったので、残念ながらどんなに頑張っても超一流の選手にはなれなかったということですね。こんなところにね、気を使ってちゃダメ。シーンとなってしまったし、男はそういうところではなくて、男は男らしい部分で、ね、その口紅を塗らないとか髪の毛短いとかっていうことは前提として、男は男の面白さがあるわけだけど、女はもうめちゃくちゃにいろんなバリエーションを楽しんでいるわけです。スカートでもいいし、ズボンでもいい。男はズボンしか選べないのだから、女はスカートを履くという選択も取り入れた方がいい。男は平底の靴しか選べませんけど、女はかかとのある靴が選べるのだから、かかとがどこを選んだのが楽しいんじゃないですか。そして髪の毛が長くてスカートスカートで靴が2、3センチあってっていう方が見た目が可愛いでしょうね。もう可愛いと別に男に首をつけないでしょう。可愛いと子供もこの発音も好きになるし、面白いですよね。お母さんがね、男っぽいとね、子供がつきませんね。で、お母さんが女っぽくて優しい感じだと、見た目が優しいと、それだけで子供がつきますよね。知らなかったでしょ。それはそうだよね、懐かれてないのかよ。懐かれてないのは人格だけの問題だと皆さん思ってたでしょうけど、そうじゃない、姿が変わっている子供を歌を選んでるから、だから隣のお母さんがすごくおしゃれの人だと、あの隣のお母さんいいよねって一生懸命言ってる。それはうちのお母さんもそうなってくれるといいよねって言ってるんだけど、直接お母さん、だからお母さんは鈍感なのでわからないわけ。あの人はあの人なの、うちはうちなの、私は私なの。でも都会のお母さん綺麗で可愛いよね、私は誰なの。そうやって怒るんじゃなくて、じゃあ私もちょっと髪の毛伸ばしてみようかな、たまにスカート履いてみようかな。皆さん気がついてないでしょうけど、毎日ズボン姿の女性ってね、座るときにね、膝50センチぐらい離して座ってますよ。スカートがあるとね、膝は自然に揃いますよ。で、その状態で会社に行って段ボール持ち上げようとするとね、男性が持ってあげるって言って近寄ってきてくれますけどね、会社にジーパンって言って足50センチ開いて段ボール持ち上げてると、男性それ見てて何の関心も示さない、勝手に持ち上げてればって。で、この話を聞いたある女性が、もう50ぐらいの女性ですけど、スカートがあって翌日から会社行き始めたら、何人その段ボールを持ち上げて運ばなくちゃいけない役だったそうですけど、スカートになって両膝揃えてこうやって、あ、持ち上がりにくいってやってたら、どどっと近づいてきた男性が持ってあげる。船舶さん本当に効果がありますよ。
で皆さんは男にこびなさいという話ではなくて、女を楽しんだ方がいいし、しかもそれをやった方が日本の地球からそうしようから離れることができる。女であることを否定しないの、女の方が格が上なんです。だから男に近づこうっていうのはバカな話で、男ってねバカなんだよ。46億年の地球の歴史の中で最初の16年は地球上に生物が存在しませんでした。次の16年は神は地球上にメスしか作りませんでした。10億年の間オスが存在しなかったんです。ずっとメス、全部メス。簡単に悪くなったら全部メス。そんなことは言えるんですけど、10億年の間メスだけで、神を上から見ていてね、どうもねこういうふうに考えたらしい。メスだけの世界ってつまらないな。なんでつまんないかというとね、面白いことに手出さなくなっちゃった女性たち。メスたちはね、いいですか、夜間がね、火の上に乗っかっています。夜間の蓋がね、蒸気で飛び跳ねています。チンチンと。ついてるわけ。もうとにかくそれでわーっとかキャー
喉飴。喉飴なめながらは食べられない。食べれません。バスラ日常はね、もうネットに入れるびっしり女子高生が入っていて、みんな思い出に寝てるわけ。キャンプがまんまとだって。鹿児島実業の場合はそんなに多くはないけれども、鹿児島っていうのは特殊なところなので、鹿児島だけ特殊なんですよ、日本の中で。だから、こんな経過なくても命をかけて頑張る人たちなんです。鹿児島だけね。鹿児島で変なとこなんて知らないでしょうけど、ね。シャツの次元流って知ってますか？シャツの次元流ってね、刃を上にして、それで剣先を地面にずりずりと近づけながら、こう相手に近づいていくんですよ。左肩っていうのが丸々空いてるわけで、相手がこうやって剣先相手に来てくる。夕方でも昼間でも剣先相手に。剣道やってる人っていないですかね。剣道で全国大会やると鹿児島はすごく上に来るんですよ。優勝者は必ずっていうぐらいの鹿児島の人が入ってるんですよ。3人ぐらいにね、空手を全国大会でやっても上の方を占めますね、鹿児島は、うん、ちょっと男の人と変わってきてるんですね。髪によって特にまた雑に作られてるんですよ。薩摩に源流というのはね、その刃を上の方に向けた、つまり裏返してるわけ、刀を相手に持って、こうね、こうやって近づいて、で、相手はこの左肩が丸々空いてるから、こう毛先に切るわけです。その薩摩に源流の特徴というのは、受け立ちをしない、ジャニーンって刃を合わせない、そのまま切らせる、まあ、もちろん不完全だったら死ぬんですよ。だけど相手が切り込んでくるのを一切後ろに引かないで、そのまま刃を相手の胴体にブスッと突き通すっていうのが殺人事件で、自分も激しく傷つくけど、その代わり相手を必ず殺すっていう、そういう憲法なんですよ。本当は何が嫌いまた帰っちゃう。こんな温かいお茶を入れてくれる気持ちが温かい。さとはね、そういう不思議なものを持っている。で、自分の命を大事にして一応受け立ちでチャリンチャリンとやるなんて人思ってない。薩摩はとても不思議な教育をしている国で、もう結局はね、じゃあ必ず死ぬじゃないかってことになるんですけど、あ、必ずその深手を打つじゃないかという話になるんですけど、そうでもないんです。その薩摩次元流は受け立ちをしない、自分は嫌われるけど必ず相手を刺し殺すっていうのが分かってくると、切りかかる人がいなくなるわけ。これがものすごい抑止力になるわけで、関ヶ原の中で何万人の中で家康軍に囲まれた島津軍っていうのはわずか600人だったんだけども、我々はこれから殿をお守り申して薩摩に帰るって書簡を送るんですよね、家康に。それで西に向かって歩き始める。で、薩摩次元流を知らない人間たちが、武将たちがどん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 切りかかっていくんだけど、切りかかるたびにその切られる側も一人死ぬんだけど、切りかかった人間も必ず一人死ぬというので、結局580人が死ぬんですね、薩摩の。でも十数人がこの友をついにお守り申し上げて、ついに薩摩まで帰ってきたっていう、とんでもない国なんですよね。薩摩っておかしいの。ちょっと普通の人たちと違うの。鹿
鹿児島実業家ですよ。今、お店の話してるんですけど、覚えてます鹿児島実業は、そういう男たちの妙な精神性を受け継いでいるから、女子のキャーとかワーとかっていう声に関係なく命をかけて野球をやってるんです。これは日本で唯一ですね。ある男性がね、自分は地方の小都市の高校の野球部だったって言った。そして、ね、町自体に女子高生が少ないんだけども、とにかく自分の野球部は全然その、地方予選の県大会に一戦も勝ったことがないって言って。で、その町自体のその小ささもあるんだけども、野球部のグラウンドがバスで20分にいた山のふもとなんですって。で、そこへ行くと誰も見てる人なんかいないし、まして女子高校生、女子中学生がキャラとか言ったことは一人もいないというのは今なんか県大会で一回も勝ったことがないって言ってました。とってバカですよね。女のね、感性やね、詳細がないとね、頑張れないんです。わかりました。